さんこんばんは、こんばんはといっても多分更新は日中になると思うんですけども、宮城タスクでございます。今日はですね、オンライン飲み会オン飲みというものをですね、体験、しました。今日はですね、仕事でお世話になっている、お世話になっているというか、まあ、いろいろね、新しいまた事業を立ち上げましょうと、ね、いう、まあ、仲間たちとちょっと数名と、ね、こういう形で、まあ、新しい会社に出資するとか、新しい会社名どうするかとか、そういう話をまあしながら楽しくですね、お酒を飲みました。ね、まあ、僕は今宮崎県都農町にいますけど、ね、相手は東京にいたり福岡にいたり、もう本当に全国、まあね、いろいろこうチリチリバラバラになりながら、5人かな5人で、話をしながら、うん、美味しいお酒をいただきました。はい。で、まあもう本当に、こういうですね、オンライン飲み会オン飲みというものがですね、まあ、もう日常的にもうなってくると本当にね、もうどこにいても、うん、楽しく飲みますし、で今回まあ最後、まあ、ある程度お話がもうまとまって最後、ね、一人がちょっと退出するよっていうことで、まあ、じゃあそろそろ寝ようかっていうことで、今会が終わって、それで今この動画を撮ってるんですけど、うん、まあもう本当にみんなが誰かが寝るとかね、そういう時までいろいろこうやって話をしてっていうのがですね、まあ、すごい、うん、良かったし、でこの後ね、僕はもう歯を磨いて、寝るだけっていうことで、すごい帰りもね、帰りなんだろう、運転代行とかタクシーとか使うこともないですし、ね、もうお酒も自分で好きなだけつまみと用意したお酒とっていうのが、まあなくなったらこれで終わりっていうことで、うん、すごく、リーズナブルで、経済的で、まあこういうのがなっちゃうと本当に通常の居酒屋さんとか、飲み屋さんみたいな、本当に逆にちょっと状況立場悪くなっちゃうのかもしれないんですけど、うん、まあ消費者というか、なんだろうね、一こういうお酒飲む側になるとすごくいいなというふうに思いました。はい。で、なのでね、うん、皆さんもこういうオンライン飲み会、オン飲み、うん、まあもうすでに僕なんかでもやってると思うんですけど、なかなか僕もですね、あんまりこうそんな友達とこういうわざわざオンラインで飲むかっていうこともなかったんで、そういうのもやってこなかったんですけど、やったらやったでですね、ちょっともう少しこれやってもいいなと思うぐらい、そこそこ楽しかったんで、うん、やっぱね、お酒入って少しこう気持ちもリラックスした状態だと話せることも出てくるし、うん、そういうのがすごい良、かったですね、今日は。はい。なので皆さんもぜひね、いろんなところで、うん、まあ今日はね、みんな日本国民だったんで、東京とか福岡とか、まあ、各地域の皆さんと話してよかったですけど、まあもちろん例えば多少時差があってもね、まあ、昼間から飲む人も出てくるかもしれないけど、もうこれができるんだったら本当に外国人とかね、外にいる人でも一斉にいいお酒を一緒に飲んでっていうことがもう可能になっちゃうんで、そうなってくると本当に、うん、すごい時代ですよね。うん、ちょっと面白かったな、ちょっと新しい概念というか、そういうのがね、またできるなと思って、やっておりました。はい。うん、ということでちょっと今日は今軽くもう目を半分閉じてますけど、はい、オンライン飲み会とね、いうものを体験してみましたんで、まあ、すごい良かったなとね。で今日実際オンライン飲み会でかかったお金が、うん、560、まあ、せいぜい1000円分ぐらいじゃないですか、その缶チューハイをこう 4,5 本と、まあ家にある適当になんかチーズとかハムとかね、そういうもんぐらいで、ほんとまあ1500円とかね、そんなもん でしかもこれ1個ほんと良かったのは、なんだ、BGM、 このね、そのオンライン上で飲むんだけど、 こっち側だけにしか聞こえないように BGM をかけてたらね、相手方に気づかれないように僕は好きな音楽をこっちでかけながら、いい感じでこうね、まあ、もちろん話も会話も聞いてますけどね、そういうなんかちょっと音楽聴きながら楽しめたっていうのがすごい、まあ良かったなと、新しい楽しみが
ね、一人で音楽聴きながら飲むっていうのもまあまあいいんですけど、楽しいんですけど、まあ、そこにこうちょっとこう会話とかも生まれながらやれるとさらに面白いなと思ったんで、うん、ちょっといろんな人とこれを機に音飲みしてみようかなと思ったところでございました。はい、ということで、今日はですね、オンライン終わって興奮冷めやらぬ状況で動画を撮影いたしました。はい、またなんかですね、皆さんのためになるような動画を更新していきたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃあねー。